今回は、今月開催される闇古戦場で手に入る極性器の評価をしていこうと思います。実装される武器種は、ソーンの得意武器である弓と、ヒュンフの得意武器である杖の2種類になっています。まずは、極性器のスキルを確認しておきましょう。例に出しているのは極性剣のスキルですが、武器種のところだけを読み替えてください。第1スキルが、装備している武器種の数だけ攻撃力が上昇するという、ミーレス武器や薬状武器が持っているスキルと同じです。第2スキルは、EX 後陣 20%、DA 率 10%、DA 率 5%、奥義ダメージ 10%、奥義上限 5%、ダメージ上限 5% ですが、対象の武器種の得意キャラに関しては効果量が上昇し、EX 後陣 40%、DA 率 15%、DA 率 10%、奥義ダメージ 20%、奥義上限 15%、ダメージ上限 10% になります。そして、第3スキルは、通常後陣 30%、HP 30%、防御力 25% ということで、レゾネーター武器みたいなスキルになっています。使い方は大きく2つあり、1つ目は、対象の武器種が複数入っている編成に採用して第1スキルを活かすというものです。そして、2つ目の使い方は、対象の武器種の得意キャラが多い編成に入れて第2スキルを活かすというものです。極性器はいろいろ試してみましたが、第1スキルよりも第2スキルの方が重要だなと感じています。第1スキルで稼げるのは EX 後陣であり、最近の編成は、薬状武器やレゾネーター武器、石杖武器などなど、もともと EX 後陣は十分稼げているので、火力の伸びしろが小さいです。それよりも、得意武器を一致させて、第2スキルで様々な効果量を伸ばせる方が、特にフルオートや高難易度だと強いです。さて、極性弓と極性杖それぞれを見ていきましょう。まずは、極性弓です。全属性で弓武器は少ないですし、弓得意キャラもほとんどいないので、使い道がさっぱりわかりません。一方で、極性杖はトップクラスに作成優先度が高いです。その理由としては、剣得意キャラと同様に、杖得意キャラは数が多いだけではなく、有用なキャラがたくさんいます。リストを見ながらパッと目についた、強そうな杖キャラを並べただけですが、これだけいます。さらに、ジョブに関しても、よく使われているマナダイバーが杖得意なので、フロント2人以上が杖得意ということも珍しくありません。特に影響が大きそうな属性は、水属性です。水属性で最近よく使われているフルオート編成では、ハーゼリーラ、ガブリエル、アン、エウロペ、ハイラなどが採用されていますが、全員杖得意になっています。以上より、極性弓の優先度は相当低い一方で、極性杖の優先度は剣と並ぶぐらい高いです。ということで、今回は、闇古戦場で実装される極性弓と極性杖について見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、